まずはスワローズの先発奥川が神宮球場のマウンドに上がります。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあそしてバッターボックスにはパーラが入ります。さあ先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよ。ファウルになります。空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。さすがは彼の決め球ですよね。バッターボックス小林、キャッチャー小林、打ちました。ライトへ打球伸びる、ここはフライになっています。外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。今日は見事な完封で白星を挙げました。ヤクルトスワローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。まずはカープの先発森下がマツダスタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあそして打席には糸原が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。しっかり抑えて流れを渡さないようにしなければいけませんね。このピンチ空振り三振に切って取りました。タイミングをうまく外されてしまいました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。いやーこういう落ち方されるとバッターは厳しいですよね。バッターは注目のルーキー石川。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。マウンド上上茶谷、そしてキャッチャーは伊藤。打ちました、伸びていく、どうだ、入りました、ホームラン、同点のスリーランホームランです。ドラゴンズこの試合を振り出しに戻す一発になりました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。フォアボールの後の初球を狙っていきましたね。はい、さあここで同点となるホームランが飛び出しました。いや手応えあったんじゃないですかね。ここで同点、3点差を追いつきました。